今ご紹介をいただきました、赤い靴の川刺身でございます。私は裁判さん、ちょうど今79歳でございます。あと1ヶ月しますと80歳になろうとしているところでございますが、赤江の町に育ち、ずっと赤江で、生活をして、県外なんか東京に何年か、タラさんって呼びましたが、あと、もうほとんどこの赤江、宮崎市で育った川だと思います。従って、この赤江飛行場ができる時の行きさつとか、あるいは空襲の3月18日の空襲、そしてまたその後何回か空爆がございましたが、その辺を体験をした一人として、私が喋るのはどうかなと私は思ってるんですけども、どうしても喋ってくれとこういうことでございますので、今日は皆さんの方がむしろお詳しいんじゃないかと思ってるんですが、私の体験をちょっとお話をしたいと思っております。ここに出ておりますこの写真はですね、これは赤江のごく一部空港だけしかこう出しておりませんのでですね、本当はもう少しこう赤江全体の赤江町の中の航空この飛行場がどの辺かというのが分かってなると一番いいんですけどね、それがないもんですから、この地図でですね、これが国道です。これがですね、ずっと国道、青島に国道がこれ、そして今使っております滑走路というのがですね、この滑走路です。この滑走路が今使っている滑走路です。したがってここが赤い灘ですね。こっちの方が赤い灘、こっちの方が月村丘になるんですが、戦時中はこの滑走路と、もうちょっと斜め滑走路と我々は言ってました。ここに斜めに滑走路を作った。この滑走路が1800メーター、100メーターの幅ですよね。もう1800メーターの滑走路を作って。こちらの方は80メーターの幅で1500メーターを作った。で、それにもう一つですね、ここに西海やつを、戦闘機のやつを作り始めて終戦になる。で、これは中途半端な滑走路がこれで、実はこの赤い飛行場はですね、飛行場を作る前にはですね、宮崎平野の中ではもう一番の一等水田地帯、この赤江地区、住吉、佐土原、新富、含めた宮崎平野の中の一番のここは穀倉地帯、もう一等水田がこの地域だった。で、なぜ一等水田って言いますかね、この地図では分かりませんが、皆さんご承知のには松井用水路を ご承知だと思います。この公民館のすぐ前に松井用水路を通っておりますが、松井用水路を作ったのは徳川家康の時代ですから、1640年ぐらいに作ってるわけです。ですから江戸幕府の初期のことですね、370年ぐらい前になるんですよ、に松井用水路を作りましてですね、でここの灌漑排水、農業用水を作ったわけです。でその前はこの地域はどうであったかというと、記録では222丁の田んぼが赤い地区内にあった。で、それはもうほとんど天水ですね。天水と、ため池、伊勢ですね。によって、農業が継承されている。したがって、日照りの時には、それこそ農家の人たちは水争いというような状態が続いている。で、それをなんとかしようということで、清武川に遺跡を作ったんですね。
そこに石を作って、それから、あの松井用水路、岩木路を通って、この前を通って、それからと、この一帯の約1兆という水源に農業用水を引いたわけです。そのおかげで、この赤井地区の約1兆というのは素晴らしい水源になります。水の心配を全くしなくて、その後、明治になって、農地改革、土地整理を行いましたので、220兆という水田が全人口増えていきまして、空港を作る前の、宮崎が赤い地区内の松井用水路が潤した水田が全部で450兆ぐらい、だから倍近く水田が。で我々小さい時にはですね、私は、この地図で言えばこの A 滑走路のこの付近が私の実はお家なんですが、あの田本という集落がこう長くこう長い集落があったんですが、18世帯のという集落がありましてね、そこで私は生まれて育ったんでしたけども、この付近が高場付という、集落なんです。そしてこう戦闘機用の滑走路を作っているこの付近が、津屋原というところです。津屋原、高場付、田本という3つの大きな集落がありましてね、周辺はもう素晴らしい一個の水田がいっぱいあります。我々が小学校の頃にはですね、もう田植えが済んだ後はもう見渡す限りもう、もう青々とした水田がザーッと続いておりました。もう秋になりますとね、あの黄金色のね、稲穂がね、ザーッとあったんですわ。小学校の5年、6年までおったんですが、5年生の時ですから、昭和15年のですね、4月ですね、15年の4月に、この赤江町の上空を飛行機がずっとこう旋回をしていった、ずっと旋回をして飛び去っていった、それを農家の人たちに見ておられる、あの頃飛行機が飛ぶなんて珍しかったですから、おお、飛行機が来たって言っておったら、それから2ヶ月ぐらいをしたらですね、この周辺に白い旗が何か所かこう立ったんですよ。赤いこのこう区域内、諏訪田とかですね、田本とか日本周辺に白い旗が立った。あの旗は何だろうかということになった。誰もわからないんですよ。で、それは宮古城の連隊がこっちに移るそうなんという噂が出たらね、いや、そんなことはないと、宮古城はもう、そのために軍隊を、宮古城連隊を引いた宮古城はそんなことするはずはないという話から、いや、大演習をするだろう、なんか大演習が起こるらしいよという噂話がその当時では15年、私が小学校5年生 でそれもいつの間にかずっとこう消えかかった頃にですね、明けて16年になって、誰にも分からんようにですね、誰も分からない海軍の測量部隊がこの地域を測量してるんです。2ヶ月くらいで誰も知らないんです。測量したという記録上残ってる、測量したのがですね、15年の年度初めですから、1月2月にかけて測量、そうしてもうここは飛行場を作る、特に海軍飛行場を作るというのを頭から決めてるわけです。そうして、16年の3月の15日の、私はまだ小学校5年生です。その時に急遽この3つのグラフですね、津山の高松系多摩のグラフの農家の人たちに集まれということで、その役場に、赤いの役場に集まれ150名ぐらい全部集めたわけです。